ルームマスターさん、女の子ですか？あ、すみません、男です。残念ながら申し訳ない。じゃあ、一番さん、君は女の子かな？何これ、この部屋。ごめんなさい、男です。だりーなー、いねえのかよ。何お前、人狼殺で女なんか探してんの？気持ち悪いな、お前。てめえの声も探してそうな声してるけどな。え、何声でわかんの？女探してか探してないかって。俺、人狼普通にやりに来たんだけど。ああ、使用職はわかる。占い師。声で女って占い師。お前の占いで使ってる水晶バグってんじゃねえの、お前。ごめん、水晶使ってないんだよ。目で見てるんだよ。何お前、占い師って大体水晶かタロットだけど、お前、目とかねえから。バカお前。バカはお前だろ。女ばっか探してさ。わかるんだよ、俺。いや、やばすぎー。うるせえ、一番ゴミ殺すぞ。勝手に言ってる3番お前どうした？いきなり入ってきて女がどうちゃらとか言って気持ち悪いんだよ。本当だよお前。どうせあれだろお前。無職童貞キモタピザデムニートラブライバーだろお前。ラブライブでしこっとけよお前。ラブライブで。おい5番6番1番2番黙れ。4番は俺の師匠だ。師匠すいません。こいつらどうにかしてください。うん、お前弟子だったか。誰だ？誰が悪いんだこの中で。1番。3番さんが悪いです。ああ、やっぱ3番か。おい、だからおめえさ、童貞だろ？だからラブライブでしこっとけって。いや、ラブライブよりバンドリハウスね。うるせえ、一番。師匠が喋ってるんだ。黙っとけ。誰なの？俺のこと師匠って言ってたやつ誰なの？これ何で、いいから誰お前。もううるさいから、ね、架空請求業者みたいな声しやがって。で、みんなゲームしないの？さマサさん、ちょっと誰か蹴ってくれないですか？女の子探しましょう。いや、いいからもう、普通にゲームしないのって。いや、普通にゲームしたいですね。じゃあ、お前、普通の声にしろよ。じゃあ、お前がちゃんとした声にしねえから、ゲームが始まんないんだよ。そうだ、そうだ。いや、これ、地声ですね。すっごいや。すっごいや。いいから、もう早く声戻してくんない？いや、これ地声です。しょうもないな。2番さんかな？2番さん？つまんねえぞ、ほんと。2番つまんないよ、お前。あ、ごめんなさい。じゃあ、これ、一人ずつ蹴ってって、女の子が来たらみんなでセクハラしていくわ。はい、2番さん、女？男だけど、いさしてください、お願いします。あ、女来たわ。2番さん、女？わーい、わーい。女の子だ、女の子だ。わーい。女です。お、女だ。女が来たぞ。これで、整った。マスターさん、よろしくお願いします。いやいや、3番、女が来たんだからね。ほら、なんか聞きたいことあるんじゃないの、女の子に。はい、まず、占い師をさせていただきます。2番さんのパンツを占いました。ピンク色でした。いや、今、ちょっとパンツ履いてないので、破綻ですね、3番さん。釣りましょう。え、パンツ履いてないの？なんで？確かに。なんで？聞く？それ。お風呂上がりです。風呂上がりに人狼してんの？なんで？確かに。なんで？え？別に意味ない。え？ってことはじゃあ上もノーブラってこと？うん、でも今から着ようかなって感じですよ。え、じゃあ君はパンツとブラジャーを履く前に人狼を起動したってこと？そう、とりあえず起動して入っとこうかなと思って。いや、順序逆じゃねえ？やばくね？なんで？え、ごめんなさい、なんかごめんなさい。はい、パンさん、点呼お願いします。チンコお願いします。お前、何言ってんの、お前。5番さん、点呼お願いします。やるか、普通にゲーム。5番さん、点呼。5番、点呼。喋って。はい、じゃあゲーム、ルール説明、じゃあするルール説明。何でもあり、以上、スタート。